これから書く話はつい昨日の土曜日に俺自身が体験した話になる。土曜日にはいつも普通に仕事がある妻の代わりに家事をそれなりにこなすのが約束になっている俺には、のんびりと過ごしている余裕などなかった。洗濯、トイレ掃除に風呂掃除、そして家中の廊下の掃除と買い物に行き、その夜の食事の用意など盛りだくさん。しかもその日は夕方に妻を久しぶりのライブ会場まで送らなければいけなかった。娘は午前中だけの勤務だったが、仕事が終わってから友達と遊びに行くとのことで、すべての家事を俺一人で完了させなければならず、かなり頑張って家庭内労働に精を出した。午後からは執筆活動に精を出す予定だったが、とてもそんな余裕はなく、家事をすべて終わらせるのに夕方までかかってしまった。そして夕方5時には妻が仕事から帰宅、ライブが6時からだということで急いでライブ会場まで車で送った。その帰り道、自分が朝から何も食べていないことに気づき、仕方なくコンビニでおにぎりを買って食べた。そして自宅に戻ると同じタイミングで娘が帰宅してきた。おかえりと声をかけ、俺は2階の自室へと入る。そう、午後4時からはイサムシの YouTube 朗読ライブを聞かなくてはと前日から楽しみにしていたのだった。しかしおにぎりを食べて空腹感が消えたことがまずかったのかもしれない。パソコンの前で YouTube ライブが始まるのを待っていた俺は急激な眠気に襲われた。もう開始まで30分もなかった。ここで寝てはいけない、そう思いながら俺は知らぬ間に寝てしまったようだった。しかし寝ていると1階がバタバタとやたら騒がしい。しかも家が揺れるほどの振動まで伝わってくる。何やってんだ？そう思ったが、俺には起き上がって1階へ注意に行く気力はなかった。すると急にドアがカチャッと閉まる音が聞こえ、俺はドアの方を見るが、すでにそこには誰もいない。きっと娘が用事があって部屋を覗いたら、俺が気持ちよさそうに寝ているのを見て諦めた。そんな感じだろうと勝手に思っていた。しかし何度もドアは開き、そしてすぐに閉じられたような音が頻繁に聞こえた。そして今度は耳元で、わーと驚かすような大きな叫び声が聞こえた。え、なんだ今の声は。そう思って顔を上げた時、ちょうどドアが閉まるのが見えた。何か用か？用があるなら言えば。そう声をかけると、ドアの向こうからは返事がなかった。しかも階段を降りていく音も聞こえてこなかったから、俺はきっと娘がドアの向こうで俺が目を覚ますのを待っているのかもしれないと思い、慌てて起き上がると一気にドアを開けて、起きたよ、なんのよと声をかけた。しかし2階の廊下は真っ暗で娘の姿もなかった。階段を降りていく音は聞こえなかったけど、きっと1階へ降りていったんだな。そう思い俺も階段を降りていった。すると1階も真っ暗な状態。え？なんで？娘は？そう思い玄関へ行くと、娘のお出かけ用の靴が見当たらない。どこかへ出かけたのか？そう思いリビングに向かって歩いていた時、俺は思わずハッとして立ち止まった。さっきから1階がうるさかったのも、2階の俺のドアが開いたのも娘じゃなかったということなのか。だとしたら一体誰が。
確かに1階からは振動が伝わってくるほどの騒がしさが聞こえていたし、何より俺は2階の部屋のドアが閉まる音だけでなく、ドアが閉まる瞬間もはっきりと見ている。その後、妻は午後9時頃に帰宅し、娘は午後10時頃に帰宅した。二人に聞いてみたところ、そんな時間帯には絶対家にはいなかったと断言された。まあもう慣れっこにはなっているが、さすがに気持ちのいいものではなかったから、イサム氏の怪談朗読ライブは妻が帰宅した午後9時頃からの参加という形になってしまった。まあ別にいいけどね。